ある程度長い枝の方が折れないんですかね。うん、あの勢いよくさ太い枝が出ちゃうと、うん、針金かけるの難しいよね。あ、やっぱそうですよね、うん、これは面白くなりますね、うん、本当ですね。これ全部やるのは大変だよ。あ、口なしですよね。いやこれ。ああ、椿ですか。うん。ちょっとやるとポロってくるの。ああ、そうですよね、うん。ちょっと伸びてからの方がなんかポロって折れない感じがしますね。うん。そうすると、うん、今度太い針金を使わないとダメ。ああ、そういうことがあるんですね。これさ。はい。なんだっけ、清美だっけ。あ、エレガンスみゆきですか。みゆきか。はい、刺したんだよ。あ、いつ刺したんですか。1週間ぐらい前で、こっちはあの、はい、三刺し。あ、三刺しもやったんですね、うん、7月入ってから刺し木すると活着率いいっていうからさ。はい、刺したんだ。楽しみですね、じゃあ、うん、なんか獅子頭ももう限界なんですかね。あのこうカリカリになってきちゃってるから、うんうん、取り木がね、うん、今揺れちゃって崩壊するのがなくなっちゃって、あ、実がついてますね、うん、一切。はい、一切口なし。なんかいい。いいが、どの辺に。ああ、すごい、くっついてますね、うん。来年あたりはみんなつくんじゃないかな。あ、この小ささですごいですね、やっぱり。なるほど。つくまでの間に、ぶれちゃうんだよ。ああ。